皆さんご視聴ありがとうございます。未来のプロ野球選手を調査する番組みんなのドラフト、 MC の谷川愛理です。よろしくお願いします。そして今回もプロアマ野球研究所の主任西尾則文さんとともにお送りしてまいります。西尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は甲子園から見えたドラフト候補生についてお届けします。夏の甲子園大会は智弁和歌山高校の優勝で締めくくりました。前回のミンドラの生配信で優勝予想を、ね、したんですけれども、はいね、西尾さんが見事、はい、的中させました、はい。まあ、あの智弁対決は僕の菊池さんもあれだったので、はい、まあ、まずちょっとそこでほっとしたんですけど、はい、いや、我ながら見事だったなと。さすがでしたね。褒めてもらいたいなと。あんまり予想当たらないのでおめでとうございます、はい、ありがとうございます、はい、あんまり当たらないですか。いや、だいたい当たらないですね。こういう予想とかプロ野球の順位予想とか毎年やるんですけど、はい、難しいですよね。なかなか当たらないです、はい。私はちなみに近江高校が優勝するんじゃないかと予想してたんですけれども、ね、優勝したね、智弁和歌山高校に敗れてしまいました、はいはい。いや、でも頑張りましたね。本当に近江高校、大阪桐蔭も勝ちましたし、はい、ベスト4は一、まあ、回準優勝したことあるんですけど、この前出た時はベスト8で逆転、はい、サヨナラ負けだったので、うん、はい、あのその時よりも前評判はそこまで高くなかったんですけど、はい、すごくいいチームで、あの本当にいいチームで頑張ったなと思いますね、うんうん、本当にね、はい、たくさんの感動と勇気をいただきました。ね、高校球児の皆さん本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、智弁和歌山高校の優勝はもちろんですが、今大会もたくさんの注目選手がいました。特集では西尾さんにドラフト候補生をピックアップしていただきましたので、ぜひ最後までご覧ください。みんなのドラフトは毎週金曜日21時に配信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それではみんなのドラフトプレイボール。今回の企画は甲子園から見えたドラフト候補生をお送りします。2年ぶり夏の甲子園が閉幕しました。今年もたくさんの高校球児から感動をいただきました。視聴者の皆さんも甲子園の感想をぜひコメント欄に書き込んでみてください。ではここから西尾さんに甲子園から見えたドラフト候補生について詳しくお話をしていただきたいと思います。はい、まずは今大会を振り返っていただきたいと思います。トーナメント表はこちらです。このような形になりました。8月9日から開幕予定でしたが、ね、台風の、ね、影響でいきなり9日中止で、はい、10日から始まってからスタートしまして、はい、3日連続中止とか、合計そうですね、7日そうですね、はい、7日順延になって、はい、もう最悪あの今日収録を30日にしているんですけど、はい、31日になるともう甲子園で、ね、阪神が帰ってくるんですよね。阪神戦が始まっちゃうんでどうするんだ、うん、でもただなんか途中でですね、高野連も発表あって、はい、本当にこれ以上伸びて31日とかになったら、うん、あの昼高校野球やって夜阪神戦みたいな、はい、あので対応しますっていうことも発表して、うん、ひょっとしたら史上初めてそういうことになるかなと思ったんですけど、はい、まあ、なんか最後の方はなんとか、あ、そうですね、はい、無事に終わって、うん、夏らしい、暑い中ですよね。うん、そうですね。やっぱり、まあ、あの近畿勢が近江、智弁和歌山、はい、智弁学園、京都国際、まあ、ベスト4全部そうだったんですけど、強かったですね。そうですね。さらにあの神戸国際大付属も、うん、はい、そうですね、ベスト8のうち5校近畿勢、5校も近畿勢6校のうち5校がベスト8まで残って、はい、唯一それ残れなかった大阪桐蔭も負けたのは近江が相手だったので、はい、近畿勢は近畿勢以外に負けなかったんですよね。うん、本当に、まあ、雨の影響でその練習しやすい、はい、近くの学校っていうのはあったかもしれないですけど、うん、まあ、それを差し引いてももうやっぱり、実力もありますよね。そうですね、実力的に強かったなっていう、で、まあ、最後残った2校が、まあ、決勝に残るのにふさわしい両チームだったなと思いますね。はい、今回無観客だったじゃないですか。そうですね、なんかテレビで見ててもちょっとなんか物足りないなっていう、ね、気持ちになっちゃったんですけど、はい、やっぱりなんていうんですかね、こう応援とかはちょっとこう、うん、音源、あの録音した音源使ってやったりしてたので、はい、まあ、完全に、うん、あの去年の交流試合やった時はそれすらなかった、もっと静かだったんですけど、はい、まあ、それに比べれば少しはあったんですけど、やっぱりこう、うん、大観衆がおおってなるのがなかったので、ね、寂しかったですよね。そうですね、やっぱり、うん、あの現地途中まで行ってましたけど、うん、少し寂しい感じはしたので、うん、なんとか来年こそは、ね、お客さん入れて、そうですね、入れてできるといいですけどね。そうですね。
今回、ね、コロナの影響で出場辞退をせざるを得なかった学校もあったりしたんですけど、そうなんですよ、特に宮崎商業は1試合もできずにだったので、しかも最初の相手が智弁和歌山だったんでですね、はい、確かにここでもし出れてたらどうなってたのか。そうなんですよ。で宮崎商業春も実は出ている、いて、はい、結構力のあるチームだったので、ひょっとしたらここ宮崎商業出てたら智弁和歌山も何かあったかもしれないので、残念だったんですけど、まあ、なんか違う形でこう、はい、出れなかったところにはやってほしいなっていう思いは皆さんあると思いますし、地方大会でも東海大相模とか星稜高校も途中で辞退だったので、そうですね、ちょっとまあ3年生はすごく残念だったと思うんですけど、うん、まあなんとか大会自体は最後まで終われたので、うん、まあ良かったかなと思います。そうですね、大きな怪我もなく、そうですね、無事に終われて良かったです、はい、さあここからは今大会で活躍した高校球児に焦点を当てて、甲子園から見えたドラフト候補生を西尾さんにご紹介していただきたいと思います、はい、ではまずは1人目のご紹介をお願いいたします、はい、さあ事前にこちらグラフにしていただきました、ね、はい、ではじゃじゃじゃん、1人目はこちらです。はい、1人目は京都国際高校の中川隼人選手ですね、はい、はい、キャッチャーなんですけど、うん、もうちょっと人数多いんで事前につけておいたんですけど、はい、特にもうこれ一つ突出していますよね、守備力。守備力、はい、これ結構その大会中も、まあ、選抜も出てて話題になってたんですけど、はい、もう本当にキャッチングこう受けるのがうまいというか、はい、こう最近よくまあメジャーリーグとかでも言うようになったんですけど、こうギリギリコースギリギリのボールをうまくこうミットを止めてストライクにする技術というか、はい、これがもう本当高校生離れしてますし、あとスローイングですね、肩も素晴らしい、はい、盗塁阻止した時も何回もありましたし、あのもう守備に関しては本当もう高校生の中でもナンバーワンと言っていいかなというぐらいなんですよね。で打つ方もそのちょっと体は170センチであまり大きくないんですけど、そうです、ね、ホームランも2本打って、うん、まあ、ちょっとパワーとかミート3にしてますけど、はい、なんていうんですかね、こうすごくドラフト候補の中でめちゃくちゃ突出してるわけではないんですけど、まあ、全然その力がないわけではないので、はい、打って打つ方でもすごく活躍して、本当もうキャッチャーで言えば今大会ナンバーワンだったかなと思います、うん、すごい話題になりましたもんね、甲子園 で、 そうなんです、はい、でチームもベスト4まで行って、うんうん、本当に中川選手の活躍も大きかったなと思いますね、うん、はいはい、では中川選手の一番の特徴を一番上に、はい、書きたいと思います。まあ、はい、捕手らしさですかね、捕手らしさ、キャッチャーらしさにしましょう、キャッチャーらしさ、はい、なんていうんですかね、以前こう紹介したこう市立和歌山高校の松川選手なんかはどっちかというとバッティングが目立つ選手で、まあ、肩とかもいいんですけど、ひょっとしたらちょっと違うポジションの方がいいんじゃないかなみたいなのもあるんですけども、中川選手に関しては、はい、もうなんだろう、キャッチャーやってる姿しかちょっと目に浮かばないというか、もうなんかキャッチャーをやるために生まれてきたぐらい言ってもいいぐらいなんですね。じゃあ5で大丈夫ですか？もうこれは完全5ですね、はい、はい、でキャッチャーって結構その目に見えづらいところも多いんですよ、はい、なんていうんですかね、どうしてもこう司令塔なのでこうピッチャーに対するとか周りの1人だけやっぱりどうしてもこう反対側向いてますので、はい、タイムを取るタイミングだったりとか、はい、こう指示を出したりするタイミングとか、そういうのも含めてなんか本当によくこう考えてプレーしているのが分かる選手なので、はい、で本当はというか最初は大学行くんじゃないかなみたいなことをやってたんですけど、こう大会終わって負けた後にこうどうやらプロを志望っていうのをコメントしていたので、はい、こうやっぱキャッチャーが欲しい球団にとっては、はい、この大会で評価を上げた選手だと思うので、うんうん、本当にキャッチャーらしいキャッチャーなので、うん、いろんな球団結構目つけてそうですね。いや絶対もうキャッチャー、今大会キャッチャー誰がいましたかって言ったらもう真っ先に名前上がることは間違いないので、中川選手ぜひドラフトの時も注目してもらいたいですね、はい、注目です、はい、では続いての選手お願いします、はい、続いては北海高校のピッチャーですね、木村大成投手ですね、はい、うん、選抜春も出て春夏連続出場で、はい、まあ、春夏連続神戸国際大付属に負けてしまったんですけど、うん、悔しい、うん、そうなんですよね。ただ、春に比べても球速4にして変化球も4にしてるんですけど、はい、こうすごくスピードも上がってましたし、うんうん、
こう夏の地方大会では150キロも出たということで、はい、もうやっぱり春に比べてすごく成長したなという感じがするんですよね、うんうんうん、で左ピッチャー で高校生の左ピッチャーって結構なんていうんですかね、荒れてることが多いんですけど、まあ、コントロールは3人はしてるんですけど、はい、ただ本当にそんなにまとまりもないわけではなく、うん、ちゃんと投げて今回も2対1かな1点差で、はい、負けてしまったんですけど、すごく最後まで投げ切って、成長も見せたし、うん、左ピッチャーで一番目立った選手は木村投手かな、はい、木村投手そうですね、思いますね。では、はい、木村投手の一番の特徴は何でしょうか。はい、木村投手の一番の特徴は粘りですかね。粘り、はい、結構ですね、神戸国際大付属の打線も強力で、はい、まあ、ベスト8まで残ったように強力打線だったので、はい、結構序盤から苦しい場面も多かったんですけど、はい、最終的に本当に点を許さないというか、うんうんうん、のが目立ちましたし、はい、ちゃんと試合を最後の方までこう先発として試合を作れるところがすごくこう、はい、特徴だなと思う。これは もちろんこれも5で、もちろん5で、はい、はい、思います。左ピッチャーって今年そんなに多くないので、しかも北海道の選手ということで、はい、日本ハムが結構北海道の選手が欲しいっていうことで言っているので、うん、はい、もう当然日本ハムも候補に挙げていると思うし、まあ、他の球団も日本ハムが狙っているのは分かっていると思うので、はい、それであればちょっと先に左が欲しいから取ろうっていう球団が結構上位の方で指名してきそうな気がしますね、はいはい、では木村選手でした。続いて、はい、こちらの選手です。3人目ですね。はい、こちらです。はい、こちらも同じく左投手の、はい、二松学舎大付属高校の秋山星雲投手ですね。すごい名前だ、はい、かっこいいですね。かっこいいですよね。正しい雲って書いて星雲、正しい雲で星雲投手、うん、はい、でちょっと木村投手に比べると少し背があんまり大きくなくて、はい、170センチなんですよね。ちょっと小柄なピッチャー で球速も3人はしてるんですけど、はい、まあずっと速いわけじゃなくて140キロ前半ぐらいなんですよ、うんうん、今大会確か44ぐらいだったのかな、はい、マックスで、そんなにすごく数字が出るわけじゃないんですけど、はい、それでもこう三振が取れる、空振りが取れるっていうところで、まあ、コントロールも非常に良かったですし、変化球もチェンジアップ、スライダーっていうところが、はい、非常にいいボールがあるので、このあたり4で、スタミナですね、はい、もうほとんど1人でこう投げ抜いてきましたので、もうこれも4かなと思います、はい、で一番の特徴のところでいくと、はい、強気ですかね。強気、はい、気持ち的に本当に強いピッチャーだなっていうのがもう何ですかね。あ、まじ弱いって書いちゃった。真逆のこと書いてる。真逆の書いてる。ダメですね。ちょっと秋山投手怒られちゃいますね。失礼いたしました。強気です、はい。はい。そうですね。やっぱピッチャーってこうなんていうんですかね。ピンチの時とかにこうその特徴がよく出るんですけど。はい。秋山投手1回戦ですね、ランナーがピンチの場面があったんですけど、ちょっと細かく、はい、満塁か2、3塁だったかなんかだったと思うんですけど、でワンアウトですごく大事なところで9球連続ストレート勝負だったんですよ、はい、もう全部ストレート、しかもこう、はい、バッターのこう近いところ内角とかガンガン攻めて連続三振だったんですけど、はい、もうなんていうんですかね、そうこう、ま、負けん気の強さというか、ここが勝負だっていうところにちゃんとこう向かっていけるというか、やっぱピッチャーそういうのはすごく大事なので、うん、もうすごくなんていうんですかね、見ててこうゾクゾクっとくるようなすごい強気のピッチングが目立ったの で背は確かに大きくないんですけど、やっぱりこうボール自体はすごくいいので、やっぱり左ピッチャーだとさっき挙げた木村投手と、はい、まあ、並ぶ存在秋山投手に、うんうん、なるかなと思いますね、はいはい、ありがとうございます、はい、では続いて4人目ですね、はいはい、こちらの選手です。はい、惜しくも準優勝でしたが、はい、智弁学園の前川右京選 手, 選手、はい、はい、ちょっとややこしい、前川、前川右京川じゃないですね、うん、前川なんですけど、パワーがもう5ですね、はい、そうですね、
これあの前川選手実は1年生の時から甲子園にも出ていて、はい、なので一昨年ですね、まだコロナになる前の大会にも出場していて、うん、はい、もう入学した時からもう4番とか、中軸打つ選手で、智弁学園っていうと今ジャイアンツの4番ってる岡本選手の出身校なんですけど、はい、うんうん、チームの小坂監督もこう当たった時の飛ばす力は本当岡本以上だっていうぐらいの選手なんですね。ただちょっと右と左で、まあ、前川選手は左打ちなんですけど、はい、ただちょっとこの選抜春はこう春の甲子園はちょっとあまりこういいところがなくて、その後も少し調子を落としてって、はい、なんか前川選手のためにこう本当は4番とか打つ選手なんですけど、はい、こう打席オークションとか勢いを与えるために1番とか打たせて、今大会でも1番も何試合か出てたんですけど、はい、打たせてたらこう夏こうすごく調子が上がってきて、この甲子園でもホームラン2本ですかね、センターに打ったのとライト右中間に打ったの、はい、2本打ったんですけど、2本とも本当にすごいホームランで、うん、もうやっぱりパワーはすごいなっていう感じがしましたね、うん、はい、では一番の特徴は何でしょうか、はい、まあ、ちょっとパワーにも通じるところなんですけど、はい、あのスイングの強さですかね。スイングの強さ、はい、空振りとかファールした時でも、はい、本当にピッチャーとか、まあ、守ってる相手からするとちょっとこう、うわ嫌だなっていうようなこうすごいスイングをしてくるので、はい、もう見るからにこう当たったらこうどんな打球が来るんだろうみたいな。怖いですよね。そうですね。いくらパワーがあっても結構その触れる触れないってやっぱ大事なので、ちゃんと触れてる、はい、まあちょっと春は本当に調子を落としてたんですけど、はい、そこからこう吹っ切れたというか、まあ、なんかちょっとワンランク上がったなっていう気がしたので、本当ここスイングの強さで、あとちょっとミート守備走力はちょっと3人はしてるんですけど、はい、足、まあ、結構打つだけの選手みたいに思われてるところもあるかもしれない、はい、結構守備と走塁もこの夏はすごく成長したなと思って、本当に足もすごいめちゃくちゃ速いわけじゃないんですけど、はい、こうチームの中でも一番一生懸命走ってるというか、全力疾走してましたし、守備もレフトで一球バックホームで刺したのもあったので、はい、ちゃんと外野も守れるかなというところを見せたので、うん、まあ、ここ3はついてますけど、ちゃんとここも成長したところは見せたかなと思いますね、はいはい、ありがとうございます、はい、では最後5人目です。はい、はい、こちらです。そうですね、5人目はもう、大会前から結構何回も出てきましたけど、はい、風間球太投手ですね、はい、はい、まあ、今大会一番注目選手で、うん、もう言い切っていいと思いますけどドラフト1位だと思うんですけど、はい、で今大会は1回戦ちょっと雨でノーゲームになったりとか、うん、少し不運でなところもあって、2回戦で明徳義塾に敗れてしまったんですけど、それでも明徳義塾戦も6回までかな投げて2点しか取られませんでしたし、はい、でスピードも150キロ以上を投げて152キロが最速で、はい、もう球速に関してはもう文句なしかなと、うん、で前回つけた時はコントロール3スタミナ4で変化球3にしてたんですけど、はい、変化球に関しても非常に特にあれですね、1回戦の雨の中でノーゲームになった試合、はい、帯広農業との試合は結構変化球もうまく使えていたので、まあ、変化球も読んでいいかなと思うので、ちょっとワンランク上げて上がりましたね、はい、フォークが特に いいですね、こう落ちるボール、本当真上から来るので、ストレートとやっぱりバッターからすると見分けがつかず、うこうどうしてもバッターが出てしまうかなと思います、はい、一番の特徴は何ですか、はい、前回はちょっとボールの角度にしてたんですけど、はい、まあ、ボールの角度もすごいんですけども、はい、全部ひっくるめてちょっとざっくりしてますけど、ストレートにしました。ストレート、はい、はい、まあ、ストレートってな当然速ければ一番、まあ、分かりやすくすごいんですけど、はい、風間投手の場合はもう速さももちろんそうです、角度もすごいですし、うん、こうなんていうんですかね、こう分かっていてもストレート来るぞって分かっててもこういい時のボールってなかなか打てないボールだなと、うん、はい、思うので、もう本当ストレートでいうのに絞れば高校生だけじゃなくて大学生とか社会人までひっくるめても一番すごいストレート投げるのは風間投手かなと思うので、はい、うん、はい、ストレートは本当にすごいと思います。はい、ありがとうございます。今回5選手紹介していただきました。他にもいたんですけどちょっと時間もあるので、そうですね、また次回、はい、ね、はい、いつかまた紹介ドラフト前とかに、はい、ぜひ紹介してください。はい、お願いします。はい、夏の甲子園も終わり、あっという間にドラフト会議がやってきます。今年は10月11日月曜日に開催予定です。
みんなのドラフトでも毎年恒例のドラフト速報ライブを生配信予定ですので、ぜひ皆さん私たちと一緒にドラフト会議を楽しみましょう。ここまでは甲子園から見えたドラフト候補生をお届けしました。エンディングの時間です。さあ今日は秋の心理テストをご用意していただいているということで、もう秋なんですね。そうですね、9月になりましたので、はい、あ、そうか、これ9月配信ですね。そうですね、配信は9月なので、はい、もうすっかり秋でございます。そうですね、はい。さあ今回はどんな心理テストが出てくるのか。このコーナー唐突ですね。そうですよね。なんかありますね。はい、ではお願いします。お、秋のスイーツ診断、いよいよ秋本番。そして秋といえば食欲の秋、秋には旬の味覚のスイーツがたくさんありますが、あなたは何を食べたいですか？それによってあなたが周囲に与えている印象がわかります。以下のスイーツからあなたが秋のスイーツといえばこれというものを選んでください。 A. 柚子のゼリー、 B. 栗のモンブラン、 C. 洋梨のタルト、 D. アップルパイ。秋のスイーツといえばってことですね。自分が好きなやつじゃないんですよね。え、そうですよね、好きなやつじゃなく秋といえば、どっちでもいいですか、まあ、ビビッときたのってことですよね。個人的にはアップルパイすごい好きなんですけど。あ、わかります、大好き。でもアップルパイって別に秋だからっていう気もちょっとしないですよね。確かに、なんかモンブラン、栗って結構なんか秋のイメージじゃないですか。そうですね、あ、僕もあのモンブランかなと。どうしようかな。 B でじゃあ、食べたいのでもいいんですか。じゃあ私 C で。お、梨大好きなんですよね。梨狩りとか行くぐらい好きで。あ、でも秋っぽいのはそうですね。はい、結構秋に、前の秋、2年ぐらい前の秋に梨狩りに行ったんで、プライベートで。お、なんかちょっと私洋梨のタルトにしたいと思います。じゃあ西尾さんが B の栗のモンブラン、ね、はい、私が C の洋梨のタルトということで、まあ、A から、ね、結果を見ていきたいと思います。 A、 柚子のゼリーを選んだあなたは面倒見がよく思いやりもあるので困った時に頼りやすい人、また感情を素直に表し涙もろい一面もありそう。あなたは周囲の人々にそういった印象を与えているはずです。ですからあなたとの関係をより良いものにしたいと考えている人は少なくないようです。ただ一部の人には心優しいあなたの姿が優柔不断と映っているかもしれません。慎重な判断が求められている場面以外では物事をテキパキと決めていけるよう心がけたいもの。そうすればもっと多くの人たちから好印象を持たれるようになり、人脈もぐんと広がるでしょう。いいですね。なんかいいです ね、いい人っぽいですよね。いいですね、これ A のが良かった。そう、続いてどうですかね、 B、 続いて西尾さんの選んだ栗のモンブランです ね、はい。さあ結果はこちらです。真面目な性格の持ち主で堅実な生き方を好む傾向にあり、リスクを極力避けようとする人、また物事を長期的な目線で考えようとする場合が多く、せかせかと動き回ることは少ないタイプ。あなたは周囲の人々にそういった印象を与えているようです。そんなあなたの姿に好感を抱いている人は少なくないはず。ただリスク回避のあまりトラブルから遠ざかろうとする態度が一部の人からは連帯意識に欠けるところがあると思われているかもしれません。仲間が困っているような場合には積極的に手助けなどを行っていくと吉。そうすればあなたの印象がより良いものになるでしょう。でも西尾さん、こう、あの野球やられてた時とか、はい、連帯責任とか。そうですね、連帯意識、はい、まあ、あ、でもどうでした、野球やってる時は多分そう、はい、全然なんですかね、チームワークは、はいはい、あのちゃんとしてたと思うんですけど、はい、むしろあの まとめる副キャプテンだったんですけど、うんうん、はい、でも前半当たってますね。当たってますか、はい、僕はあの結構リスク回避型なんで、はい、よくあの石橋叩いても渡らないって言われる。結構あれ、あの、そうなんだ、慎重なタイプなんですか。慎重派、いい言い方すると慎重派ですね、はい、でもなんか結構当たってますか。なんかもう確かにそのまんまですよね、うん、真面目な感じですもん ね、はい、真面目に生きてきました。あ、でも本当ぴったりですね。堅実だという、あ、でも結構当たってます。ぴったりだ、すごい、うん、あ、すごい当たりますね、うん、では続いて C の洋梨タルトを選んだあなた、そうですね、私も選びましたが、
結果はこちらです。いろいろなことによく気がつくタイプで、トラブルを未然に防いだり、瞬時の判断によってチャンスをつかんだりすることが多い人、また警戒心が強くめっちゃ当たってる、他人には隙をほとんど見せないタイプ、あなたは周囲の人々にそういった印象を与えているようです。そんなあなたに頼もしさを感じている人は多いでしょう。ただ一方で警戒心の強さから一部の人になんとなく近づきにくいと思われている可能性もあります。初対面の人と顔を合わせるような時には特にフレンドリーな接し方を心がけると良いでしょう。そうすればあなたに好感を持つ人がさらに増えると考えられます。当たってますか？私すごい人見知りなんですよ。あ、そうなんですか？そうなんですよ。あんまりそんな感じしなかったですよ。本当ですか？でもなんか初めて会った時に決まるんですよね。あ、この方ちょっとなんか人見知りしちゃうとか。で、そう、ベースボールキングチャンネルさんでは全くないんですけど、人見知りは全然してないんですけど、でもガッツポーズしてますよ、はい、なんか舞台とかそういう結構初めましての方がバーって集まったりした時に自分から話しに行けなかったり、すごい、ね、警戒心がまあ、強いくて。でも全然フレンドリーな感じはしましたけど、ね、本当ですか、はい、でもなんかもしかしたらフレンドリーにしようって思って心がけている部分はあるかもしれないです。瞬時の判断でチャンスを掴んでますか？掴むかもしれないすごいでもそうですね。あ、でもいろんなことによく気がつくタイプで、トラブルを未然に防いで、なんか人のことはめちゃくちゃ見てます。あ、へー。電車とかでもずっと人見て人見て、はい、人間観察が好きなんで。あ、なるほど。結構いろんなことに当たってるんですね。はい、気づいてる。すごいですね、当たってます。当たってますね、すごい。では続いて D のアップルパイですね。アップルパイを選んだあなたはこのような結果になりました。周囲の人へのこまめな連絡や気遣いを欠かさない律儀な性格の持ち主、また話し上手でいろいろな話題に精通しており、相手の本音を引き出すのもうまいタイプ、あなたは周囲の人々にそういった印象を与えているようです。そんなあなたとより一層仲良くなりたいと考えている人もいるでしょう。ただあなたのことをよく知る人にはあなたの器用さが八方美人に映り、もっと自分らしい個性を発揮してほしいと思われているかもしれません。普段とは異なる自分の姿を見せることも時には必要です。そうすればさまざまな人との結びつきが一段と強まるでしょう。なるほど。なんかでも4つともあれですね、いい心理テスト。確かに悪くはなかったですね、うん、なんか前もそうですよね。そうですね、やっぱりまだ確かに優しい、ちょっと優しい心理テストですね。そろそろじゃあそろそろちょっとなんか攻めたのもちょっとやってみたいですね。うん、でも今回当たってましたね。いや、でもすごい当たってました、うん、いいですね、いい秋の心理テストでございました。はい、では告知などありましたら西尾さん。そうですね、そう、持ってくるの忘れちゃったんですけど、ちょっと今、はい、2冊ほど雑誌が出てまして、はい、1つは侍ジャパンの東京オリンピックの、はい、優勝をした、はい、スラッガーという雑誌のちょっと増刷のところで、はい、ちょっとその代表メンバーのアマチュア時代について書かせてもらっているのと、うん、はい、もう一個あれなんです、阪神のムック本が出てましてですね、阪神タイガース激闘録かな、ちょっと前半戦を振り返っての、はい、その阪神が好調なのでというところ、その要因で、それもルーキーの、佐藤選手、はい、伊藤選手、中野選手、石井選手ですかね、はい、4人のが活躍してできる要因と、あと掛布さん、掛布さんご存知ですね。もう知ってます、はい、バース掛布、はい、掛布さんのちょっとインタビュー記事も書かせていただいているので、うん、はい、そちらもちょっと、はい、見かけたらぜひぜひチェックよろしくお願いします。はい、みんなのドラフトは毎週金曜日21時から配信しています。次回の配信はヤクルト、広島、DeNA におすすめのドラフト選手をご紹介します。9月はプロ野球全球団を分析してドラフト選手をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価をしていただいてご視聴ください。ここまでのお相手は谷川愛理と西尾のひみでした。また来週もご覧ください。さようなら。さようなら。